どうもこんにちは、つきです。今回はですね、以前ご紹介したこちらの無印良品さんのマイトートバッグをもう半年ぐらい使ってるんですけれども、改めてですね、実際の使い心地をですね、お話ししていきたいというふうに思います。この動画を最後までご覧いただければ、実際にエコバッグをですね、半年使ってどんな感じだったのかっていうことをですね、具体的に分かるようになっておりますので、ぜひ最後までご覧いただけたらなというふうに思います。ではよろしくお願いいたします。はい、ではですね、まず早速概要からおさらいしていきたいというふうに思います。こちらのマイトートバッグなんですけれども、こちらですね、まず色はネイビーと黒の2色展開になっています。私が購入したのはこちらですね。はい、ネイビーの色になっています。私自身がですね、過去の動画でもお話している通り、まあネイビーが好きなので、これにしました。でネイビーの中でも非常にいい色合いですね。すごく素敵な色合いなので、私はとても気に入っています。こちらですね、生地には撥水加工がされているので、30度程度の水温で手洗いすることができるの で手洗いした後はまたですね、干しておくみたいな形で使えばいいかなと思ってます。時々ですね、私もお弁当とかを入れたりするんですけども、お弁当の汁がこぼれたりして、やっぱりそういう匂いがすごい気になるときは、すぐにぬるま湯で手洗いして干すようにしています。まだですね、私が重宝している特徴なんですけれども、こちらですね、小さく畳むことができるんですね。実際にちょっと畳んでみたいと思います。はい、ここですね、折り目がついてるんですけども、折り目のところを左右から解きます。そしてこちらを曲げて、ここですね、これを中に入れます。そしてここを曲げると、この中のところに、はい、これがついてますので、これをあとはこちらの裏側にあるここにかけます。はい、かけた状態でここですね、あとはここにパッチンがありますので、パッチンを止めます。はい、これでですね、もう小さく畳むことができました。はい、私の場合はこちらの仕事用のバッグを使っているので、その時はこちら小さく畳んだものをこの中に入れて、いつでもですね、出せるようにしています。そしてですね、実際にこちらがどれぐらい容量が入るのかっていうことなんですけども、私いつもですね、水を買うことが多いので、水を毎日スーパーとかで買いに行ってます。で、これ2リットルのやつですね。例えば2リットルのやつであれば、はい、こんな感じでですね、2本ぐらいは余裕で入ります。これと合わせて他の、例えば何か食べ物入れたりとか、そんな感じで私は使うようにしています。はい、こちらのマイトートバッグですね、全部でポケットが3つありまして、外側のところに2つあります。そして中にこちらですね、1つあります。私の場合は、例えばこちらとかに財布を入れたりだとか、家の鍵を入れたり、そういう感じでこちらの方は使ってます。で、こちら外側の方はですね、いろいろと入れたりできるんですけども、例えばスマホを入れといたりだとか、家の鍵とかをですね、こちらの方に入れて使ったりしています。またですね、雨の日とかであれば、こちらの折りたたみ傘を入れておいて使うみたいな形でも使えるかなというふうに思います。はい、そしてですね、こちらのマイトートバッグをいつも入れてるんですけども、例えば私みたいに2リットルのペットボトルを2つぐらい入れると、他にですね、いろいろなものを買った時に一気に入れれなかったりします。で、そういう時に私はちょっと考えて、はい、こういう形でですね、私はもう一つですね、エコバッグを買うことにしました。こういうふうにすることで、例えば買い物の量が少ない時はこれ一つだけでいいですし、ちょっと今日は増えそうだなとかいう時にはこれをちょっと使ったりすることができるっていうところですね。はい、普段はですね、こんな形にしてポケットに入れてますので、必要な時だけですね、取り出すみたいな形で使えるようになりました。なので私はこちらのマイトートバッグと合わせて小さいエコバッグも一緒に入れとくようにしています。実際に今エコバッグを使う方も非常に増えてきてるかなとは思うんですが、こういう形でいろんな工夫をするといいのかなというふうに感じてます。で、何より私がですね、こちらのマイトートバッグをメインで使ってるのは、何よりやっぱりおしゃれっていうことと、なおかつこちらのポケットがたくさんあるっていうところで使い勝手が非常にいいんですよね。例えばですね、ちょっとコンビニ行くとか、ちょっとスーパー行くとかっていうことであれば、もうこの中に、あとはお財布だけを入れて、私はお出かけしたりしています。はい、肩にですね、下げるときはこんな感じですね。はい、これだけでも結構スマートに見えるかなと思います。普段はですね、実際にこうやって私は持って行ってます。いろいろなトートバッグを見てきたんですけど、やっぱりですね、エコバッグとしてこれ単体で手軽に持ち運べて、なおかつですね、ファッションにも合うっていうのですね、結構私の中では大きなポイントかなというふうに感じてます。はい、こちらはですね、仕事帰りに買い物をした時ですね、仕事用のカバンと合わせて買い物をした袋っていうところで、このトートバッグっていうのを一緒にやってます。で、私の場合、まあ色をですね、全部、ネイビーとか青系で
全部揃えているので、こういう形で統一感のあるですね、コーディネートもできるかなというふうに思います。またですね、こちらのビジネスバッグとトートバッグをですね、一緒に持っても全然違和感なくですね、おしゃれな感じで持つことができるかなというふうに感じています。はい、またですね、こんな感じで小さいバッグと合わせて、こちらのマイトートバッグを持つみたいなパターンも結構あります。こちらの方にはスマホだとか財布っていうのを入れていて、あとこちらには実際に買い物をした時のものを入れるっていう感じですね。で、実際に買い物に出かける前、お家から出る時についてはこちらをですね、畳んで入れることができるので、こういう感じの小さなバッグでもですね、ここに入れた状態で閉めてですね、持ち歩けるっていうことで、買い物するまではですね、非常に身軽にこのような形で歩いていくことができます。で、買い物をするときにトートバッグありますっていうことでこちらから出して使うっていう感じですね。はい、今回はですね、無印良品さんのこちらのですね、撥水の横型畳めるマイトートバッグについてお話をしてきました。少しでもですね、この動画があなたのお買い物の参考になればなというふうに思います。またですね、この動画いいなというふうに思われたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いできたらなというふうに思います。それでは本日も最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。